道走ってて普通に鹿とけなんか衝突してる動画流れてきたんだけど、えぐいからなんか閲覧注意って書いてほしかった、鹿飛び出してくると思わなかった、まあ飛び出してきても鹿を跳ね飛ばして引き殺す動画だと思わなかったから、だってそのまま回転してっちゃったの鹿が、吹っ飛ばされて、死んだんじゃねえのか下手したら、車も一緒にしてボンネットボコってなってたけど、女性だけじゃなくて男性もあるということで、男性を平野翔くんの全裸とか言ってさ勝手にでっち上げるパパがいる可能性もあるということで、もう可能性ゼロじゃないでしょ、まあそれ、まあ、表に出してだけで勝手に個人的に楽しんでる人はいるかもしれないけど、そういうの作って、個人的ならいいんですよ、別に表に出さないから何でもいい、インプレッション稼ぎで思い出せるから、そう、それが問題なんで、もう名誉毀損っていうか、もう変態というか自己承認欲求の慣れ果てだ、わっと、ただ分かりやすい、夜はね、逆に真っ暗だから、86とか増えるんじゃない、これからあのなんとかカナダってやつが赤い86じゃん、新箱根でしょ、確かキャラ的にも、ね、またスローにしてくれて、あの人は良心的な人でよかった、で確かしんちゃんってだからそうなんじゃない、まあ、言われてみれば原作っていうかエヴァのしんちのお母さんも美人だったしな、ゆいちゃん、ゆいさん若いし、要はあれでしょ、綾波さんでしょ、まあ綾波の原型モデルだね、ついで言ったらエヴァ初号機でもあるね、あー耳って、あ、なんかいた、嘘、なんかいた、目光った、なんだろうあれ、なんかいたよ、ちっこいの、あー、タヌキ、あ、なんかかな、ポプじゃない、目光った、なんだろう、小動物っぽかった、茶色っぽいなんかだ、光るから分かりやすいな。
てわからんぞ。さて風呂入りて、さらには酒飲むかな。あ、さらに遊びに行かなくちゃ。ちょっと太ったから DDR マストにして、肉ももう油揚げじゃねえや、惣菜系はマジで噛んでねえ。しばらくうどんだけにする。ドンキで見つけたの、安いうどん100円99円で売ってるやつ。そばそばもいけるね。じゃあ、あの刻みネギが欲しいね。刻みネギね。よいしょ。で、うわー、何やってるの、あんた。わかんなかった、気をつけてよ、そういうの。全然わかんない。そういう運転してる、私せっかくで。またいや、でもこれ無理だよ、こういうとこで、そういうの。俺なんであのハイビームじゃなかったから、全然わかんなかった。重なってたからさ、だからか。アオルタイビュー、え、弊害が起きちゃう。まあ、気をつけてます。うん、いないと思って。ゴキブリのように感じといた方がいい。仲間同士走ってる人多いから。いや、うべ、気づかなかった。これ来てる。1台抜けた後にもう1台下に。大人がエライトがぶつかったから見えなかった。いや、多分後ろ、うん、にいたっていうのが分かんなかったな。こっちがね、気をつけようか。そう、そういうステーションもあるのか。まあ、いい勉強になったな。来てるよ。わー、どこ、失礼。そうかな。
低差があるっちゃって平坦だからね、なんか木の棒で声をこう開けて威嚇をしながら叩いてなんとか戦ってたけど、でもまあ無傷ではなかったっぽい。やっぱりちょっとしたすり傷みたいなのがあったっぽいから、破傷風、破傷風とかの恐れがあったら、なんかそういう病院には行くっていうツイートがあったけど、怖っと思って。竹やぶみたいなさ、草ぼうぼうとこだから視界悪いから来てんの気づかないよなって、お互いに。そういうなんかやれる、やろうとする動きが出るのがすげえなと思う。同じ状況になってるうち何もできない気がする。それともなんか火事場のクソ力じゃなきゃできんのかな、とか。やめてはいいと思う。逃げれないじゃん。うん。じゃあ追っ払うしかないじゃんってなると、そんなのかな。怪我一つなく無事にいつも下山できてんな、当たり前のように思えるけど実はすごいことなんじゃないのって最近思う。山に入って